今日はどうもありがとうございました。ご苦労様でした。前北が中野区の都議の補選に立候補する決意を固め、その記者会見をデモクラ TV 中目黒スタジオでやらせていただきました。いや、あの、よく立候補しましたね。大変ですね。人ごとのように言うのはやめてください。はい、<laughs> あの、 自分もかなりコミットしてるっていうことは忘れないでくださいね。はい、その、頑張ってくださいって言うと、本当になんか、<laughs> 頑張ってねみたいな感じになるから、うん、いやいや、ちょっと待てよって言いたくなっちゃうから、それ自覚ありますよね。ありますよ。よかったうんあ。なんか、講演会長っていうのは、後ろで応援する会長みたいな感じなんだけど、<後ろ> <laughs> まあ、あの一緒にやらななきゃしょうがない、ね、そ,うそ,うそうなんですよ、うん、あの小島さんがもうずっとブレーンで私すごくやっぱり感化されたのは、うん、エコ議員通信簿の政策を書いてそれを議員に送ってこう点数つけようっていう時に、うん、あ,のあの時すごいスピードで、うん、いろんな政策をあの政策という形の文章に、うん ししててていいいいただいただじゃゃないですすすか覚、うん、覚ええらっままよ補足をつけようと説明みたいなのをつけようって、うん、そうすると知らない人もあそういうことかって分かるからっ、うん、でそれがあの法律のある種基本で、うん、本当の法律もよくよく読んでみるとそういう作りになっていたり、うん、法律の文章を読むことって一般の人には少ないと思うんですけど。うん 私は大学で法律を学ぶ時より小島さんにそうこう具体的にこう政策を一個一個、まあ、文章として作っていた時にすごく勉強にもなったしあこういう法律だったらまあ好きだな、うん、分かるなと思ったんです。あの前北さんのの、ねえー、やらななきゃいけないけとこはあの、えー、都議会の かの政策ととかか法律そういうのはその役人言葉で書かれてたりするわけで、うん、それがあの普通の日常の言葉にその直して分かりやすく説明する、はい、でその中身をその聞いた人からの反応というものをあの自分で受け止めてまたフィードバックしながらやるというの。うんうん でそれがまああの役割なんだと思うんですよね、うん、だからあの専門家はねついつい専門家の,あの言葉になっててで、まあ、都議会の答弁ってなんかもね質問答弁もできるだけ分かるようにやってるはずなんだけど分からないあるいは面白くないではぐらかしがいっぱいあるので、うん、ごまかしも。うん、ごまかしはぐらかしら拒否っていうのがあるから 何で誤魔化してるんだろう何で正面から答えないんだろうと、まあ、いうところをその解説をしながらね、うんあの、有権者の人に知らせていく、うんうん。まあ、都議会のレポーターみたいなね、はい、そういうことが非常に重要だと思うんですよね。えー、だから、分からないと興味がなくなっちゃうから、うん、あのそういう普通の人の言葉で。 役人の言葉とか専門家の言葉ではなくて、それをまあ伝えていくっていう <laughs> まあそういう役割があるんだろうなと思いますね。コピーライターって官僚のライバルだってよく言われるんですよ。うん、官僚も言葉を作る。うん、でもコピーライターはより広く薄く、うん、浅くまあ、深くっていうか、うん、その。 どこのレベルでっていうんじゃなくて分け隔てなく不特定多数に書くんだよってこう教わって、うん、それがその、まあ、だからその、まあ、良きライバルというか、うん、で必要であれば通訳をしてか、うん、み合ってちゃんとそれを、まあ、民主主義のに資する情報として広く発信していくっていうのは。 本当にやらななきゃいけないけし常々それが欠ける場面例えば神宮外苑とか、うん、まあどこも欠け,欠けてばっかりですけど原発事故の時ももうぎょうさん出てきましたし、うん、まあ追いつかないからどんどんそういう人を増やさないといけないと、うん、本当に思います。あの政治家家じゃね,、えー、とね専門家とか、ね、あの役人の、はい 言言葉葉って書き言葉なんですよ、はい、つまり読んで理解する言葉なんですよね。で政治家とかあのメディアとかレポーターっていうのは耳で聞いて、うん、あの分かる言葉を発するだからそういうねライバルだけど分野は違うんですよね。で多くの,、ね、あの人々はその書き言葉で読むわけじゃなくて。 ええ、耳から入って理解するっていう、えー、そういう言葉が必要なんで、ええ、まあ牧田さんの,、まああの能力とかあの利点っていうのはそういう,こう話し言葉で耳から聞いてその都政を理解するとかね、うんうん、そういう役割なんだろうなと思うんですね。両方やらなくちゃいけなくて福在吉が学問の勧めを書いた時に、うん、それを「 家のお手伝いさんに読んで聞かせて分、うん、からないとこは全部直した、うん、だから大ベストセーラーになったっていうのを1年生で習うんですよ、うん、必ず、うん、でそれは書き言葉としゃべり言葉と一緒に行ったり来たりしながら両方つじつまを合わせて理解ができるようにする、うんうん、でそれが広告会社に入ってテレビのコマーシャルを作った時に 耳から入るのと目から入る情報、うん、まあ文字と音声とが一致して意味が取れないと人は理解ができないしかも15秒しかないっていう、うん、その特訓をずっと20年間したので、うん、あの小島さんの言ってることがまさに本当にそうだなと思うし小島さんもものすごくそのしつこく伝わるはずだっていうその執念で。 私が思いついつたそんなこここやこうみたいなのも本当にちゃんと直してくださるじゃないですか、うん、くださったじゃないですかそれが、まあ、すごいなっていうかありがたいなと思うしそこをいつも思い出して、うん、法律ってちゃんと伝えようとすれば伝わるもんなんだってあの時は本当にびっくりしたし感動もしたしそれが今も残ってます。うん、だからね今回はあの 中野区の、えー、都会議員の補選になるんだけれども、はい、あの都議会議員もねその都議会では何が起こってるかとか、まあ、これが第一なんだけどでなおかつその都庁では何が起こってるかっていうことを、まあ、正確にというか分かりやすくか、まあ、伝えないですよね。 みたいなことをやってる人がいるんだけれどもあの分かりやすく伝えようとするとえ根拠が分からないみたいなね、うん、すごく聞いててうあの上滑りになったりする、まあ、あこともあるからそこの,あの根拠を明確にしながらロジックを明確にしながら、はい、なおかつ分かりやすくって、うん、これって専門能力なんですよね。 小島さんに負けないように張り合って頑張っていこうと思いますしその専門能力というかちゃんとやっぱり今回経歴詐称のことに関してもあの途中で手伝ってくれたアラビア語の人が舌巻いてたじゃないですか小島さんの,あの能力に。それはどんな能力かとというとあの しつこいいいって言らなとあの「そこまでやるんですか」みたいな驚きを聞くとまあ小島さんは「そんなの当たり前でしょ」って「だってそうしないと分からんでしょ」って子供投げに言って、うんうん、まあ子供投げなのか分かんないけど本当に寝ずにやってるんだろうなと思いながらその追いかけ方がすごいなっ、うん あ,ありがとうございます。<laughs> と言って済む問題ではないんだけれども <laughs>、ええ、あのやはりこう知らせていくっていうことがすごく重要でね自分の,あの書斎に閉じこもっていろんなものを調べるとか <laughs>、うん、でそれだけだとやっぱり独、えー、りよがりかもしれないと思ったりするから <laughs> あの絶えずあの他の人と話をしてあのどういうふうにこれが受け止められてるか。 ということをまあ聞きながらまたフィードバックするっていうのはまあこれはもう当然のやり方なんですよね。でまあ今回あの前北さんと一緒にまあ三十代四十代まあ四十前後の人たちとお話をしてその分かったことはあの本当にあの政治というものがあのあるいは政治家というべきかな。 本当にあの嘘をついてる人たちお金をごまかしてる人たち、えー、いじめたりいじめられたりする世界でこういうところに自分が飛び込むと自分がダメになっちゃうっていうね。腐されてしまうのではないか、うんまあそういう政治への危機感というか、うん、近寄っちゃいけない世界で、まあ、そういうその感覚が非常に強い。 でもっと言うとその、まあ、今回蒔北さんも所属っていうことなんですけれどもあの政党というものがもう魑味魍魎、それはもうどの政党にしてもなんかあの親分がいてうん、うん、であのその中では自由がないっていうねが、うん、そういうその本来民主主義っていうのは政党を作って そそれが切磋琢磨するってことこなんだけどもその政党そのものが中に入っちゃうともう自分の自由がなくなっちゃうで自分が殺されちゃうっていうねなんかそういうその危機感もまた強くてでそうすると政党と政党が戦うと例えば今回中野区はあの自民党と都民ファーストと共産党の候補なんだけど。 その政党に対する危機感っていうか、えー、そういうのも強くて自分がもし出るならやっぱり無所属で出たいっていうねうでそういう感覚もすごく、まあ、強いでこれも、まあ、あの今の若い人たちの,あの、まあ、平均的な感覚なのかなと政治に対してねもし出るとしてもうんそういうところからああでもないこうでもないって言われる。で その言われることが理不尽なことを言われるっていうね。うん、まあ、そういう、あの印象を持ってるんだなと。まあ、これも一つの発見でしたね。うん本当ですね。結構発見。という聞くと、なんか嬉しいような感じがしますが、その時は。呆然というか、愕然というか、結構私はカルチャーショックを受けて。うん、そんなに嫌なのかって、なんか自分が。 やっているこの民主主義を諦めないでやろうよっていうことがなんかものすごくあのいけないことをしているのかってお一瞬思ってしまうかのようなリアクションを取られてししました、うんうん、なんだろろううなんだろうだからあの本当に無所属ということであの、まあ、政治は数だし数は力。 でその時に数「数は金」みたいなね昔はあったんだけど民主主義っていうのは、まあ、そういうものなんだけれどもしかし今のそういう若い人あるいはその政治社会活動をやってて世の中に関心がある人たちが思っているその政治あるいは政党に対する危機感っていうのはやっぱりどっかでねあの まあ、自分は本当にやってみなきゃ分からないんだけどそれをその、まあ、打破してっていうかそこをまあ切り開いていくっていうのはやっぱりやってみなきゃ分からないから、うん、だからまああのそういう人たちが嫌だなって言ったらじゃあ自分がやってみようと。うで,、ね、で自分がやった経験というものをやる経験というものをそういう人たちとシェアしていくっていうのがとても重要なので。うんうん まあ、あの今回のまあ選挙を通じてもね、はい、でそういう,こう危機感を持ってる政治に対する,る政党に対して嫌だなと思ってる人もちょっと参加してもらって、うん、で選挙ってこういうふうにやっていくもんだとかねうん、うん、あるいはあの無所属ってこんなもんだとか、うん、あるいは当然した後 本当に無所属とその党に属している人とはどこがどう違うのかとか、うんうん、そういうことをあの伝えていくっていう,もうそれは非常に重要だしそれがあの扉を開いて、うん、さあここから入ってきてくださいと、はい、私が扉を開きますから、はい、あのそういう政治が嫌だとか政党が嫌だとか思ってる人に対してここから入ってきてくださいと。 まあそういう役割をまあ果たすんだろうなと、まあ、いいスローガンだと思いますよ。扉を開き真実を調べなくちゃいけないし、うん、それを一人の力じゃ調べきれなかったら検察に頼んで調べてねっていうとか。うん 大体ね、うん、本当のことを言われると怒るからね人はね。はい、うんせっかく隠しているのに、うん、なんで言うのと王様は裸だと言ったら、うん、怒られたり、うん、捕まったりしちゃうわけですよ。いいよね、だから真実を伝えるということはそう、うん、真実を伝えるということは王様は裸だっていうふうにみんなが忖度して話さない。 うん、そういうことを言うことが真実を伝えることだからあれは民主主義の童話ですよね <laughs> 民主主義っていうのは本当のことを子どものように言わないといけない危険それが怖くてビクビクしてる大人たちがいるけど言った方がいいってい、うん、結果はあれは明るい話で終わるわけだから。うん、だからあの <laughs> 何が 都庁で起こってるか都議会で起こってるかということをまあ,あの注意しながら、まあ、注意もしなきゃいけないわけです、はい、裸だと言った途端にバタバタバタっとあのお役人が <laughs> 来て捕まって連れていかれちゃいけないから <laughs> あの注意はしなきゃいけないんだけれどもあのやっぱりそういうことが言える世の中にしていかなきゃいけないしまあ 選挙を通じてあるいはその都議会に今入った場合もその初心を忘れないで、えー、伝えていくってうん、か真実を伝えるっていうのは真実にアクセスすることも大切だけどごく普通の真実を伝えていくっていうこともこれもっと大変一、ね、つのコツに タブーを破るっていうのがあってタブはだから広告業界ではすごいいいこと、うん、と言われるすごい特殊な環境ではあるんだけどでも本当は政治だってタブーができてることが問題だからタブーを作らないように日頃から切磋琢磨しなきゃいけないんだけどでも。 できちゃってるものは、うん、これは今度は壊さないといけなくて、うん、でタブーを壊す破るっていうのは、か美味しいというか、うん、本当は美味しい作業。うん、だからあのとてもほがらかに、しかも政治の場合タブーを破ると喜んでくれる人が本当にいるわけだから、うん、と思います。あのそれをあのやれるといいな、うん、残された人生の中でいっぱいやりたいなと。 前からやりたかったけどあの政治はねあの見ててなんだけどまあ一つの形式美みたいなものなんですよね、えー、<laughs> 形式美っていうと美かどうか分からないけど <laughs> 形式なのは分かりますよ、うん、美かどうか分からないけど、うん、あの議会特にあの都議会っていうのはもうほとんど あの形式の中で動いていてあの質問のパターンとかね、うん、答弁のパターンとかね、うん、もう一つの形式にはまってるわけですよだから儀式みたいなね格好になっていてあのまあ,あのそれは全部あの議員とあの都庁の人間が答弁調整という名前で事前に全部作っちゃうから。 あのまあ本会,議本会議ってそれぞれの台本を読んでるだけっていうね <laughs> まあそういうあの形式なんですよ美っていうか分かんないんだけど、まあ、あの一生懸命練習して <laughs> 練習してセリフも全部覚えてでいちじく違わないように舞台に上がってであの言葉をやり取りすると。だからねそれ 予定調和で一般社会で考えるともう超変で若い人だと「何やっての茶番」とかそういう類のものなのに大真面目にそれをやっているっていうことがそれだけで相当スキャンダラスなことに思えてなぜならイギリスにしてもオランダにしても議会が公表されててまあアメリカもそうですけど結構明けすけにもう率直に こうやり取りしてるじゃないですか。うん、で、そういう映像だったり映画だったりがもうもう普通に別にタブーでもなく見られるのに、うん、なんでうちはあんなあのー、歌舞伎のような <laughs> 伝統芸能のような感じになってんだっていうのは思いますよね。うん、それは歌舞伎に失礼ですよ。<laughs> とてもうんっやっぱり歌舞伎はね。 まあ、あの,あ<れ>あの筋立てはねその昔の古典で変わらないけど、はい、演者によってその魅力が出てくるからね<う>あのそれを楽しみに行くんだけど逆なんですね枠、うん、とはみ出る部分の楽しみ方がちゃんとあるからでもその議会の場合ははみ 出なないいわけででしょそうはみんすよまるではみ出ないからつまんないですよね第一はみ出ないから歌舞伎じゃないですあそっかはい例えちゃいけなかった失礼しましたはいでだからねまあそれもあけすけに言うとねあのまあ昔から八百長だとかね学芸会だとかねそういう批判があるんだけどまあそういう批判するとねそれが 一面の真実ななわけじゃないですか、はい、だから本当のことを言われると起こる一つの例ですようん、ね、だってそういうふうに全部決まってで本会議ではお互いにそれを読んでるだけっていうことになるんだけど、うん、でもそうだと言われて、うん、あの学芸会なんじゃないかって批判する人が、まあ、あの昔いたわけですよ。と。うん 本当のこととを言われると怒る怒、うん、だからその業界はタブーをそのなくするっていうことなんだけどタブーをあの破って本当のことを言われると怒る人もいるからまあそう,いうそういうようなことがまたあるからあの政治の世界ってせあの普通の生活をしている人からすると変な世界だと。ころに行ったら自由ががななくなる私が という人間がダメになっちゃうっていう、ね、まあそういうふうに思うことにもなるんだろうなと思いますよね。選挙のことって、うん、日常と非日常が、うん、本来こう地続きじゃないですか、うん、政治ってだってあの、まあ、議会の会期と会期じゃない時っていうのは区別がありますけど、うん、でも 政治が途切れることはないというか、うん、ずっと行われてるから、うん、ある種日常ななわけじゃないですか、うん、で実際にその日常の生活に深く関わりますよね、うん、エネルギーにしても年金にしても、うん、自然にしても環境施策にしても。なのにそのとても非日常政治のことを非日常の中の人って思う人が多くて。うんうんうん でそれをどうやったらそのあの日常ともう少し折り合いがつけられるのかな、うん、例えばこういう選挙なんかでも,もう興奮しちゃって寝られなくなっちゃったりとか、うん、<laughs> アドレナリンが出過ぎちゃったりとか、うん、なんか高揚したりとかまあいいっちゃいいんだけどあのそれがでもずっと続くわけですもんね。うん だって政治家政治に金がかかるって言うんだけど、えー、政治に金がかかってるわけじゃなくて、うん、選挙に金がかかってるわけですよあなるほどね。つまりあの選挙のためにそのお祭りに行ったりとかあの、うん、集会があったらそこに行って会費を払ってくるとか、えー、もう正月はあちこち回るわけじゃないですか。うん お正月の新年会とかなんかに回るのは政治をやってんじゃなくて選挙のために回ってるわけですよねだから選挙にお金がかかるわけですよだから今政治をやってる人は選挙になるとアドレナリンが出るっていうのはまず半分以上がそっちにその興奮する。 なサンドイッチマンじゃない興奮してきたな <えっ S 2> とこう使うで興奮なるわけですよ。いやあのやっぱりこう,戦いっていう感じじがすするんじゃないですかねあのそういう時にはスポーツもそうだしあの劇もそうだけど真剣勝負なんだっていう感じがするとアドネラニが出るでそれは制作の時に本当に真剣勝負やしなきゃいけないんだけど。 選挙の方がよより興奮すするんですよ、うん、だからアドネラリンが出てみんな「頑張るぞ」と言ってやるわけそれが好きな人もいれば、うん、そういうのは嫌いな人もいるわけですよそ<う>、うん、でねそのトーンの違いはいらないっていうか高揚、うん、しない人は選挙に出られないってなるとあの 数が少なくななくるるから人手不足になると思うんですよね、うん、だから別に高揚しないでスムースにスムースに平常心でっていうんですかねあの選挙っていうものが行われるっていう、うん、ようにしたいなと思う。うん、あのだからねあの、まあ、新しいスタイルどういうスタイルでね今回やるかっていうのも一つの後に続く人がね えー、ずっと選挙だと絶叫しなきゃいけないのかってやると引いちゃう人もいるわけじゃないですかねでやっぱり30代40代の人が「えー、絶叫しなきゃ選挙に出られないの?」ってうとまた引けちゃうしだからまあそこはあのまたあの後,ろ後から続く人にまあ反を示すというかねそういうふうにやんなきゃいけないし。 そのまあ、政党の危機感が強いって、まあ、だってあの、まあ、よくいわゆるあの萩生田百合子さんとからあのまあ立憲共産党ってこう言われたりねするでこれもね、うん、まあ一つのレッテル張りになってるわけだけれども、うん、でそういうお互いがそういうレッテルを張り合っていくっていうことになると、うん、普通の人って生きたくなくなっちゃうわけ。 ですよねねまたねでそれが政党に対する危機感っていうのもあって確かにそれは自民党は萩生田さんだで、ね、都民ファーストは小池合子さんだで共産党は内な々いないだと。だからそういうあの、まあ、危機感をなくすために無所属で出て本当に普通の人が出てあの選挙やっていいんだっていうね。あの そういうい形でまあ,やるまあ一つの班だと思うしで都議会あ今は、まあ、都知事選と今回は同日なんだけれども都知事選はいっぱい候補がいてね、うん、であの、まあえー、小池さんが出てる蓮舫さんが出てる、まあえー、その他の人たちも出てると、まあ、こういうその中で,でじゃあ都知事選は普通の人がそんなに出られないわ ですよまあたくさんいるけどねうん、うん、じゃあ都議会議員選挙はまあより身近だから普通に出られるとでも都知事選あの、まあ、小池さんのもう妹分って、まあ、要するに分身なわけですよねの荒木さんで荒木さんとまあ戦うっていうまあ 構図かなでもまあ自民党の人がいて共産党の人もいる、まあ、こういうことだからまあミニ都知事選というか、まあ、関ヶ原はあの岐阜県の関ヶ原だけど東北でも同じようにその、まあ、第二の関ヶ原みたいなのがあってねでそこでも戦ってたわけだから。うん まあそういうあの、まあ、第二の関ヶ原みたいな、まあ、感覚で、まあ、中野都議選をねあの戦うというのは非常に意義があることだろうなと思うんですよね。うん、なんかいろんな責任というか象徴的というか、うん、そういうものを感じるしそれが中野の人に伝わるといいなと思います。うん まあ、伝わるといいのじゃなくて伝えてていいいいかかななくちゃいけないからそ<う>大変だって思いますやっぱりあの、ね、都議会議員選挙も東京知事選挙もそれぞれ自治体の選挙なんだけど、うん、東京って普通の自治体と違ってね国政選挙のバロメーターでもあるわけですよだから、うん、あの主要政党が力を入れるっていうことになった。うん、まあ今回は、ね、みんなね それぞれぞの都知事選挙なんかもみんなそれぞれの政党が後ろに引いて、えー、やってるんだけれどもでもあの引いてるけどよく見えるよね自民党もね公明党もね引いてますよっていうのがあからさまに見えるわけですよ。<laughs> まあ立憲民主党もそうなんだけど「引いてますよ」わざわざ言いますもんねなぜか、まあうん、まあそれいいとこテレビとかでちゃんと、うん、あのそれ報告してくれあのちょっと引いてますみたいなことをちゃんと報告してるから、うん、で面白いなとで,でまあとてもね変なあの都知事選挙なんだけどまあ,あの、えー、小池さんはあの公務優先とか言ってね、はい、公務優先かうんとか言って もうマスメディアを徹底的に避ける選挙、うん、で、まあえー、支援団体を固める選挙、うん、支援団体を固める選挙って自民党の選挙ですよね、うんまあ、そういうやり方を、まあ、しながら、まあ、出てこないんだけどでも中野区には来ますからね荒木さんのところは。本当ですか,だからそれをどうなのかなと思いながら楽しみにしてるんですけど。 だから中野区の選挙ではあ小池さんが来たやっぱりここは荒木さんなんだけどうん小池さんだよねっていうね、まあ、二人羽織みたいな感じだし、うん、まあ自民党の候補がいればあこれ萩生田さんが応援している候補だよねとかね、まあ、そういうそのイメージがやっぱり見えるじゃないですか引いてたって、うん。だからすごく面白い選挙区ではありますよ。 まあ頑張ってねっていうふうに、うん、<laughs> 一言みたいに言わないでください<あ>の <laughs> その、まあ、悪気がって言ってるわけじゃないいうのはもちろん分かるんですけど頑張ってねっていつも言い方だからもちろん頑張りますけれど、うん、なかなかねあの頑張りますはい初めてあの出馬とやらじゃないけど立、うん、候補本当にしたので選挙、うん、どうですか あの立候補して本当にわずか立候補を決めてからわずか数日なんだけど推薦文すごいありがたいいです、うん、<laughs> いただいてあ小島さんもくださったし松田美ゆきさんも伊勢崎さんも、うん、ビビアン佐藤さんも、うん、パッて書いてくださって、うん、他にもいろいろあの推薦人に名前をつられられない理由はかくかくしかじかあるけれど、うん、でも応援するから頑張ってねって、うん、まあ 驚いたのは「あのふ」とか言う人があんまりいなくて「うん、そうかそれは大変だね頑張ってね」っていう、うん、良識ある方たちがやっぱり多くて、うん、でどうもだからあのそんなに政治が嫌っていうその塊と、うん、<laughs> 良識ある大人の塊と、うん、これってこそんなに別世界にあるわけじゃなかろうにって思うんですよね。うん いやまあ、同じなんですよ <同じ S 2> あの別世界にあるわけじゃないんだけどだあの自分が飛び込んでいくところの敷居が高いんですよね自分がそこにこう飛び込んでいくっていうね。であのさっき政治というものが日常からかけ離れてるっていうんだけど日常的にはね例えばあの神宮外苑であの知らない間にどん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 あの開発が決められていくと。 でまあ、授業が始まってからね実はこれは明治神宮を助けるためなんですよと <laughs> いきなり言われてねえそんなもん聞いてないよとじゃあ最初からそう言ってくださいよと、うん、でも神宮の,その森が三井不動産の森になっちゃうわけじゃないですか、うん、神宮外苑がね。で,ねで,ねでこれは現実にその見えるあの政治なわけです。はい であるいはその築地がね、はい、その読売ドームになっちゃうと、はい、で巨人の,あの野球が来る、はい、であそこにもう高層ビルがどん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 建っちゃうと、うん、で場外市場周りはどうなっちゃうんだと、うん、であれであの東京湾の風がまた遮られるとか、はい、でこれは政治の結果なんですよね。だから、うん、あの現実の場所では その都政というものが姿を見せてるんだけどそれと都庁で行われていることあるいは都議会で行われていることがこう,うまく結びつかないでそれを結びつけるっていうのが、まあ、政治の役割政治家の役割と、まあ、いうことだからあのそれをちゃんと伝えるでそこから変えていくっていうことが、まあ、非常に重要な役割ですよねそうですね。 あの都政のことを小島さんとか木村さんから聞いて思ったのは、まあ、お二人がやってることを見てるとこうガシャーってなったジグゾークパズルをすごくこうきちんとこうはめていって、うん、ここないなおかしいなって言って探しに、うん、その抜けたピースを探しに行ってあったあったつってはめたりして、うん、それで分かりやすくしていくっていう、うん、膨大な作業だけどでもできないわけじゃないんだ。うん いうそれが民主主義を諦めるにはまだ早いっていう、うん、そう思いますし <laughs> そうやってくださっている方がいるんだからそれをちゃんと見やすくするっていう手伝いを私もしたいなと思って、うん、今起こしたんですよねって思います。うん、あの「まありがとう小池さんの。 あのスローガンの中で「はいえー、目玉は首都防衛」っていうふうにおっしゃってたんですけど、うん、とても危険なな兆候なんですよね、まあ、確かに国際情勢がね,ね緊迫をしてる。戦争をやっていで、まあ、日本の周りもそうあのウクライナもそうガザもそうミャンマーもそう、うん、もういろんなところであの時代がドンパチっていうか人が死んでいるこういう中で。 のト <laughs> 防衛っていうと戦争の時のシト衛ですよね、はい、大本営がいて<っ>そういうそのイメージがこう言葉として刷り込まれる、うんうん、どういう言葉を使うかっていうね<っ>で基本的にその国民を守る都民を守るっていうのがあってっっ軍と普通の 人っていうのは分けなきゃいけないんだけど、<え>人防衛するって誰が防衛するんだろう。うん、え、都民が防衛するっていうイメージが、これ戦争なんですよね。<え>あの空襲があったときに、とにかく火消しをしなきゃいけないから。うん、あの、残りなさいと。さいとね、水をかけましょうみたいな、うん。そういうことだからね。いや、ちょっと、ちょっと待って,て、言葉遣いが違うんじゃないかと。まあ、小池さんがよく使う排除粛清人防衛っていうと。 これっってて軍事国家っていうねそれはとても大事なことで、うん、会社に入った時にとにかく言葉を覚えろって言われたんですけど、うん、その言葉にとってもコンシャスな先輩の,、うん、の大御所演出家の人は「戦争言葉は使っちゃいけないよ前北さん」って、うん。 これ戦争言葉だよね「君はすぐ戦う」とか、うん、そういう言葉を使うってそこでその言葉を使うのはどうかなってよく考えてごらんって、うん、ものすごく敏感に戦争言葉を外していくんですテレビのコマーシャルテレビは楽しくなくちゃいけないしそう戦争言葉を混ぜるっていうのはすごく罪深い「うん、あの一千五輪の旗を読め」って言って渡されたぐらいだから、うん、<laughs> あのそれは。 注意しなければマスコミとかテレビっていうものはもう簡単にプロパガンダへ落ちていく、うん、戦争に人々を誘導することができる。うん、で私が会社に入った時代はその反省の時代だったから、うん、体制抑散会になってはいけないっていう人たちがクリエイティブっていう、うんうん、その。 エリアを守ってたんですよね。うん、その文脈で聞くと小池さん危ないっていう孫先生はすごくよくわかる。うんうん、だからそう思っている人はとても多いと思う。うんうん、多いけどそれをあの表せない状況にあるんじゃないかと思います。うんうん、まあ排除粛清は戦争言葉以上に独裁独裁政権言葉ですからね。その軍事政権もそうだし、あの中国のあの。 一党独裁共産党一党独裁政権もそうだけど、まあ、かつての,あのソ,連ソ連もそうですよね排除し粛清する粛清って殺しちゃうことだからねかあの言葉としてはねそういうあの国<る>国家を守るためのというかまあ共産党政権とか軍事政権を守るために排除し粛清するっていうのは人を殺しちゃうっていうその意味だから。 あの軽々に使う言葉ではないですよそれがこうさっとこう言葉に出てくるっていうのはやっぱりこう非常に何か体質的なものが感じるんですよね危ない。怖いいですねあのことの歯っていう意味が、うん、口の中 口ふわフ,フワ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 ってこう出るものに魂が宿っているからだからまあ注意しろっていう意味なんですけどそういうそのマスラをブリというか勇ましい言葉がフワ,フワフワフワって出ると世の中が戦争に巻き込まれるっていうあのだからあの声が大きな人政治家とかがコピーライターとかその一行書いたものが8,000すられちゃうとかそういう。 人はとても注意しなくちゃいけないのはそのファ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 って出る一般的にはふわふわしたそんなに影響が大きくない言葉がものすごい力を持ってそう人を殺しに行ったりしてしまうですよ、うん、言葉っていうのは本当に重いはずなんですけどそれを軽々しく使うというのは怖いですね。都、うんうんまあ、あ都知知事事選選挙挙は、ねあのまあ、もう始まっていて、はいあの都知事選挙で どういうその論戦が交わされてそのどういうあの判断が下されるかっていうのもこれ非常に大きな注目なんだけどその中野区の選挙も先ほど言いましたようにそのまあミニ都知事選みたいなねつまり小池百合子さんの分身みたいな人がいるわけだからまああのそこの,その議論をどういうふうにね あのしていくか、まあえー、その横に萩生田さんの分身みたいな人がいるのかどうか分からないけど、まあ、そういう意味では本当にあの、まあ、凝縮されてねたくさんいない分だけ凝縮されているその選挙区なのでそこでどういうその話をしそあの争点を作り でなおかつその更新に道を開き自ら道を開くには自ら当選しないといけないから、えー、そのために最大限の努力をするでその努力を記録してシェアするっていうん、<laughs> アーカイブにするっていう、うん、だからそうなんですよすやっぱりねこのね、まあ無茶なっていうと変なんだけど、あのー、この選挙の、まあ、決意してからねずっとの その終わるまであるいは終わった後も含めてだけどこれはあのドキュメンタリーなんですよね事件なんですよです、ね、ある意味ね,でねでこれは記録をしてでどういうことがあったかっていうこともね、はい、あのまあ本当にこう政治に関心を持ってもらうためにはあのシェアするまあ多くのスタッフがいるから多くのスタッフはいないからあのエキスパートがいるからね 記録をしたりとか映像を作ったりとかいう人がいるからあの写真もそうだけどあのこれは本当の一つの事件なのであのいわゆる前北都が中野国の時保船に出ますと「ええー？時間もないのになんかあの騎兵隊みたいにあのが正規軍に向かって立ち向かうみたいなね。 ドンキホーテみたいに、まあ、といううんというその戦いは今後どういうふうにやっていこうかというまあ、うん、志のある人たちには参考になるのでそうですね実験サンプルですよ、うん、あの記録してね、はい、シェアした方がいいと思いますよ、はい、まあとにかく勝つために頑張あの、はいはい、喧嘩じゃないけど、うん、<laughs> 選挙は 勝つという気持ちをね、持ってやらないといけない。勝つし、勝っていくことによって、本当に道が開けていくから。あの、最大限の努力をすると。勝つまでやるっていうつもり。でそういうことが大切だと思いますよね。はい。ありがとうございました。お疲れのところ。本当に。 いやいやいやこれからももうちょっとこれからですからねまだまだですからねあの受講するぞって言って今一生懸命準備で走ってるところだから戦いはこれからですからそうですねはい今後ともどうぞよろしくお願いいたしますありがとうございます頑張っていきましょうか頑張ってくださいじゃなくて頑張っていきましょうそうですよはい本当によかった伝わっていこうはい どうぞよろしくお願いします。ます中野に見に来てください。本当にそうやってるのかっていうのは。はい。<非>私が。講演会長を引き受けいたしました。<laughs> よろしくお願いします。ありがとうございます。どうも。<laughs>